こんにちは、キーチャンネルでございます。こんにちは、キーチャンネルでございます。本日は夢100、クロスのアンダーテイカーさんのボイスを、これは覚醒前ですね、を紹介したいと思います。ということで行ってみましょう。アンダーテイカーさん、こちら黒執事に出てくるお姿のまんまですね。太陽覚醒と月覚醒の時は姿が変わります。どんな姿になってるのでしょうね。でも本日はノーマルボイスを聞いていただきましょう。新しい朝、今日は一体何人の人が晴れ舞台を迎えるんだろうね。それはどういう意味かな。お茶でも飲むかい。クッキーも焼けたよ。どうしたんだい、そんな青い顔して。そのクッキーはどんな形をしているのかちょっと気になりますね。ベッドがないなら棺桶を貸してあげよう。寝心地は保証するよ。ちょっと遠慮しておきたいです。アンダーテイカーさんは好きですよ。好きですけど棺桶で寝るのはちょっと。人生最後の時は小生に任せておくれ。とびきり美しい姿で送ってあげようね。アンダーテイカーさんに最後を見とってくれるのならお願いしたいぐらいですね。おや、聞きたいことがあるのかな。じゃあ小生に極上の笑いを送れ。そうなんですよね。極上の笑い、どんなのが好みなんでしょうね。笑いの好み、ちょっと気になりますね。お客さんは綺麗にしてあげないと。たとえどんな姿で小生の元へ来てもね。すごくコメントしづらいです。おや、お客さんではないようだね。お客さんではないですね。これバトル開始です。リザルト、今度はもっと笑わせておくれ。この攻撃の火がちょっと低い。でもこれ好きなんです。私はこれ好きです。悪いね。魂は一人一つ大事に押しよう。大事にします。検索、これも好きなんです。フィーバー始まった時にアンダーテイカーさんが言ってくれるんですよ。好きです。夢をなるほどね。これもこれでなんかちょっとバレなのかなっていうのが。なかなか楽しませてもらったよ。ありがとうございます。ようこそ。君が来るのを楽しみにしてたんだ。さあ小生を笑わせておくれ。笑いの神に来てください。大きな力は危険を伴うよ。そのせいで見失うものもあるからね。ある。笑わるならついていくよ。ここにちょっと保証はできないです。言いたくなります。まだまだそんなじゃ小生は笑えないな。じわじわ来てるよ。このじわじわが君最高。これも好きです。君最高。このためにエクセレントを頑張ってる感じですよね。じわじわ来てるよ。これも好きなんですけどね。君最高。アンダーテイカーさんツボです。検索。いやノーマルボイスでも十分楽しめますよ、アンダーテイカーさん。ということで本日アンダーテイカーさんのボイスをご紹介でした。ということでチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。グッドボタンとコメントもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いします。